南海トラフ地震に関する情報は、来月1日から新たに発表が始まるもので、臨時と定例の2種類があります。南海トラフ地震の想定域で、マグニチュード7以上の地震が起きたり、地下で異常を観測したりした場合、気象庁は評価検討会を開き、臨時情報を発表します。また、月に1回定例の会合を開き、南海トラフやその周辺で観測された地震と、 南海トラフ地震との関連性を評価検討し、この結果を定例の情報として発表するということです。これまで静岡県などの太平洋沿岸の地震対策は、東海地震の予知を前提にしていましたが、先月、国の検討部会は、角度の高い予測はできないとする報告をまとめていました。